ジェットパックは、加酸化水素の一液式ロケットを使って飛行する。一液式ロケット、または、モノプロペラントロケットとは、単一の化学物質を燃料に使用するロケットである。一液式ロケットは、化学反応に依存し、反応によって、水力を生み出す。水深剤を構成する、化学物質の分子の化学結合が解き放たれる、ことにより、 結合エネルギーに相当するエネルギーが解放され、高温のガスが噴出することによりその反動で推進する。その特性上推進剤を構成する化学物質は化学的に不安定なものが多く、熱や光、金属等によって容易に分解し、その分解反応は連鎖的に波及する。通常、燃料は触媒としてスポンジ状の銀や白金を内蔵した。 反応層に入れられる。よく使われる燃料としてはヒドラジンがある。最も一般的な触媒としては、粒状のアルミナをイリジウムでコーティングしたものがある。ヒドラジンを用いるエンジンには点火装置は不要である。シェルマイナス405は自発的触媒であり、ヒドラジンは接触しただけで分解し始める。反応は高熱を発し、摂氏鮮度のガスを発生する。 他の一液式推進剤としては濃度を90%以上にした、た過酸化水素があり、高温、または触媒によって連鎖的に分解する。ア酸化窒素と炭化水素を混合した常温で、貯蔵可能な推進剤もある。ヒドラジン系推進剤とは異なり、腐食性がなく、毒性が低い。一液式ロケットの多くは、エチレンプロピレンゴムで打ち張りされた、チタン、または、 アルミニウム製の球状の球燃料タンクが付属する。燃料タンクはヘリウムで加圧されており、燃料は反応層に押し出される。燃焼室と燃料タンクの間にはポペット弁があり、燃焼室内で分解される。一般に人工衛星には複数の一液式ロケットがあり、それぞれにポペット弁がある。人工衛星や宇宙探査機の姿勢制御、ロケットエンジンは 非常に小さく、4方向を向いた噴射口をまとめたクラスターとして実装されることが多い。制御コンピュータ、および有人宇宙船の場合は、操縦席のスイッチ等から制御装置に指示が送られると、制御装置がソレノイドの電流を制御して、ポペット弁が開きロケット噴射が行われる。一般に噴射は短い。もし空気中で作動した場合、金属製の容器に、 小石をぶつけたような音がする。長時間の作動では噛んだかい噴出音がする。一液式ロケットは他の推進技術に比較して効率的とは言えないが単純で信頼性が高いという利点がある。惑星探査機等高い水力が必要な場合や高い肥水力が必要な場合は他の推進技術を使う。ダーパでアロッサという一液式ロケットを使用した。 空中発射式打ち上げシステムが開発中だったが、推進剤の燃焼に問題があり、中止された。低軌道上の基地から他の宇宙船へ推進剤を供給する概念では、長期間の保管中に気化した水素ガスを太陽熱で加熱することによって、推進に用いる概念が検討されている。排出される水素は、軌道の維持や姿勢制御の両方に用い、 同様に限られた燃料により、軌道マヌーバや他の宇宙船と燃料を受け取るための、より良いランデブーに使用される、推進力を生み出す。太陽熱一液推進機は、同様に、次世代の上段ロケットにも取り入れられることが、アメリカのユナイテッドローンチアライアンスによって、検討されている。より廉価で対応性に優れ柔軟性がある、上段ロケットとして、 アドバンストコモンエボルブドステージが意図され既存の、ウラセントルロケットやウラ、デルターの低音、第2弾ロケットを更新することが見込まれる。エースズ統合機体流体の選択肢では、一般的なロケットで、姿勢制御や、軌道維持に用いられるヒドラジンやヘリウムを排除して、すべて排出される水素を太陽熱一液推進機で、賄うことが検討される。アメリカが衆国特許。 第200億9千13万3千788号、ダー r ー、f 1 5戦闘機で、小型衛星を打ち上げる計画を中止ゼグラー、フランク、ベルナールカター、イボルビング2、A デポ、ベースドスペーストランスポーテーションアーキテクチャー。IR Space 2010コンファレンスエクスポジション、アイアー t IR-P32011 年10月20日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2011年1月25日閲覧。The, waste hydrogen that has boiled off happens to be the, best known prepellant for this task, a practical depormust evolve hydrogen at, a minimum rate that matches the station keeping demands, hat, Zeglar and c ラー t e r ,2010p5 ありがとうございます。